韓国の国民の力は31日、共に民主党がソウルプサン市長の後任のため、党憲96条2項の改正を推進することについて、この条項は、ムンジェイン条項であるが、ムンジェイン大統領は5年前に明らかにした初心がなぜ後になって変わったのか、理由があるのか、国民に詳しく説明しなければならないと明らかにした。国民の力のキム・イェリョン報道官は、この日の論評において、96条2項派ムンジェイン大統領が代表だった時期、彼の主張によって入れられた条項であるが、ムンジェイン大統領が作った規定をイナギョンともに民主党代表が覆している年従って、ムンジェイン大統領の返答が必要だと指摘した。キム・イェリョン報道官は、与党はまるでこの条項がなかったかのように、何気なく候補者を出そうとしているが、大統領も同意したのか気になる年大統領が同意した結果であれば、大統領の支持者と国民が失望し、裏切られた気持ちになるだろうと付け加えた。